まあ、前住んでた浦安のマンションは子供たちが帰ってくる際には必ずオートロックで2カ所解除しないと家に入れないような生活だったんで、出入りする自由を奪われてしまっていたのが、まあ、子供らしい生活をする上で支障をきたしていたのかなというふうにはちょっと感じました。比較的大型のマンションだったので、親がいちいちついていかないといけなかったり、目の届く範囲で遊ぶっていうのがなかなか難しい環境だったので、そういう意味では一戸建てでちょっとこう遊んでくるねっていうのができるようになってすごくありがたいです。うちにはもう一人、お兄ちゃんがいるんですけど、そのお兄ちゃんはどちらかというと外で元気に遊ぶタイプなんですね。で、前の新浦安では、習い事をやってる子が多くて、公園に行っても今日も遊べなかったって言って帰ってくることが多かったので、それがゆかり学校に引っ越してきたら、近くに自然の豊富な公園がありまして、そこに行くと誰かしら知ってるお友達がいて思い存分遊べる環境にあったので、お兄ちゃんも自分でも引っ越してきてよかったっていうふうに言ってくれていて、私も本当にそれを聞けて引っ越してきてよかったなと思えるようになりました。まあ、子供が生まれてから子育てしやすい環境というところでネットで検索しまして、でユーカリが丘が子育ての方を入れているということを確認をして、で現地に足を運んで確認したところ、まあ、非常に住みやすそうだなというところで、決めました。最初にこう町を見学しに来た時も、近所の方とかがすごくこう気さくに挨拶をしてくれたりとか、特にこう小さなお子さんとかが自分からこんにちはとか大きな声で挨拶をしに来てくれていたのがすごく驚いたことですね。まあ、そういう環境がやっぱこの町には自然にできてるんだなっていう印象でした。やっぱり子供ってやっぱそういうのを見て真似をしますし、そしたらこう自分から歩いてすれ違った人にもこう笑顔でこんにちはって自然に言えるような挨拶ができる子に育ってくれて、すごくやっぱ嬉しいなって思いますね。結構こう保育園とかの施設もまあたくさんあるのもそうなんですけど、学童とかそういうのも充実しているのがあって、やっぱりまあ、勤務地が遠くて、ですぐに緊急の時に帰ってこれないことももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、そういう場合にも町の中でセキュリティシステムの会社が充実しているので、何かこうあった時にすぐに駆けつけてくれたりとか、パトロールをよくしてくださってるとか、まあ、そういう観点からはすごく安心して仕事ができる環境だと思います。やっぱり子供のお友達が近くにいっぱいいて、で、まあ、毎日も夜遅くまで泥棒になって遊んでるんで、それが僕はすごく嬉しかったです。家から歩いてちょっとのところでカブトムシが取れるところがありまして、夏よく一緒に取りに行きました。あと小学校でクワガタが校庭で取れるんですよ。で朝早起きして一緒に取りに行って、僕自身子供の時一緒に親とセミ取りとかいじるいっぱいやってもらったんで、親から受け継いだものをちゃんと子供にそのまま渡せてるっていう満足感というか、義務をちゃんと果たしてるなというか、そういう気持ちはあります。本当にバッタが友達じゃないですけど、バッタさえいれば一人でもうずっと外にいられるぐらい、ダンゴムシと1時間ぐらいお話ができるぐらい虫が大好きで虫取って飼ったりもするんですけど、もうやっぱり死んじゃったりもするんで、その生き物 の、 大切さとかそういう気持ちも理解できるように育ってほしいなとは思ってるんですけど、うん、最初は本当に1枚のチラシから始まりまして、本当に一戸建ての理想的な間取りを見て、それをただ見に来ただけだったんですけれども、町ギャラリーを拝見して、一つの山間さんという会社が町を作られているということにすごく新鮮な感じがしましたし、若い世代とその年を召した世代とどんどんこう順番に取り入れていっているっていうのも、今後こう長い目で考えた時にすごくいいなというふうに思いました。まあ、今回うち
持ち家を買うのが初めてではないんですけども、普通どこでもそうだと思うんですけれども、まあ、不動産屋がマンションを売って、まあ、それで不動産屋との関係も切れてしまって、それでもおしまいですっていうことなんですけれども、一方でゆかりが丘に来て思ったのは、ヤママンは家を売るだけではなくて営業の担当の方もずっとゆかりが丘の地域に、いらっしゃるということなんで、引っ越してからもずっとお付き合いが続いていますし、かつ町の開発に会社としてコミットしてくださっている姿勢が、非常に感じられるので、そういう意味でも末永く住む町として安心できるのではないかなというふうには来た時に感じました。